はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。今日は知って驚き、そうなった原因がわかる本というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この本は2004年に発売されている本で、近所の古本屋で手に取った本です。中身としてはですね、雑学の本です。トピックが99個だかな、だと思いますけれども、あってですね、はい、99個ですね。で、5つ章が分かれていて、数についての雑学、決まり事についての雑学、人体の謎についての雑学、食べ物についての雑学、身の回りのものについての雑学、すみません、6章ありましたけど、自然界の不思議ということで、さまざまな雑学に対して、いろいろ解説をしています。で、以前も雑学の本をご紹介したと思うんですけれども、私はですね、特別こういう、知識が豊富というわけではないので、社会人として何か面白い、話題作りというかですね、知識として教養として持っていたら面白いかなと思って、たまにこういう本を読んでいます。で、そういった意味では結構この本は今まで読んできた中では読みやすかったなと思うのは、全て見開き1ページで、説明がされています。で、文庫サイズなんですけれども、見開き1ページで、説明がされているものです。で、これよりボリュームが小さいとですね、読みにくいということもありますし、あとは、情報量としてちょっと乏しくてですね、人と話をして膨らますにはちょっと足りないなという印象を持つ本もありました。で、逆にこれより多いと、あんまりにもちょっと詳しくて、逆に、なんていうのかな、もう少し調べないと、なんていうのかな、話として中途半端な感じになってしまうというかですね、概要だけではなくて、ちょっと詳細に立ち入ってると。で、もちろん詳細に立ち入ると、どうしてもその周辺知識とか背景知識っていうのが、あった方がいいなと思って調べ始めてしまったりするので、そういう意味では、見開き1ページっていうのは非常にいいボリューム感だなと思いながら、読んでいました。で、ですね、あとね、意外と私が読んでいる範囲でなんですけれども、知られてないというか、当たり前のような知識っていうのもあったんですけど、知られてない雑学的な知識も結構多くて、面白くさっと読めました。個人的に面白いと思ったところは、ちょっと紹介してもあれだと思うんですけど、例えばオートバイが単車と言われる理由ですね。これは昔サイドカーがあったんで、それがついてないものということで単車と言われているそうです。これは知りませんでした。あとは、海難事故だったらタダで助けてくれるのに、山の遭難だとお金がかかるということも、その救助活動に関わっている部署が違うとかですね。知ってる方が多いとは思うんですけど、知らない人もいると。なんていうのかな、あんまり当たり前でもこういうのってつまんないし、逆にあんまりマニアックだと盛り上がらないんで、そういう意味で結構バランスいいとこついてる本かなという印象でした。もし興味がある方は、読んでみてもいいかなと思います。はい、今までの中では一番面白かったなと思います。はい、今日は以上です。